アリス・マーブルはアメリカ・カリフォルニア州プルマス郡出身の女子テニス選手。1930年代から1940年にかけて活躍し、ウィンブルドン選手権で1939年、全米選手権で1938年から1940年の3年連続でハットトリックを達成した名選手である。マーブルは女子テニスの歴史を通じて、 最もきらびやかなキャラクターを備えた選手の一人であった。金髪と優雅な容姿の持ち主であったが、誰よりも速いサービスとボレーを武器にした攻撃的なオールラウンドプレーは極めて男性的な力強さを備えていたという。右利きの選手。カリフォルニア州プルマス郡で農場の家庭に生まれたマーブルは少女時代からサンフランシスコのゴールデンゲート公園で様々な スポーツに親しみ、13歳の時にマイナーリーグのサンフランシスコシールズのマスコットに選ばれた。その頃、ジョーディ・マジオに憧れたおてんば娘の様子を見かねて、兄のダンがアリスにテニスラケットを勘与え、彼女はゴールデンゲート公園でテニスの練習を始める。マーブルは1931年から地元開催の全米選手権に出場し始めた。 20歳の誕生日を迎えた1933年の夏、マーブルに最初の危機が訪れる。ニューヨーク州ロングアイランドにあるメイドストーンクラブのトーナメントで、マーブルは1日のうちにシングルスダブルスの準決勝と決勝を戦い、モーションの中で108ゲームをこなした。過酷な1日が終わり、日射病で倒れたマーブルは、最初は胸膜炎の診断を受けた。 翌1934年にフランス・パリに遠征した時、マーブルは試合中にコートで倒れ、全仏選手権でシリーアウセムとの2回戦に出場できなくなった。入院先で結核と診断され、医師からテニスのことを忘れなさいと告げられたため、マーブルは心身ともに打ちのめされ、病気の回復に2年以上を要した。ようやく1936年の全米選手権でマーブルは テニス界に復帰を果たす。3年ぶりに出場した1936年の全米選手権で、マーブルは女子シングルス、混合ダブルスの2部門に初優勝を飾り、長期に及んだ病気療養からの回復を証明した。女子シングルス決勝では、マーブルは1932年から連続優勝を続けていたヘレン・ジェイコブスの記録を4連覇で止め、混合ダブルスでは、 ジーン・マコと組んで優勝した。しかし、1937年は彼女にとって、スランプの年であった。初出場のウィンブルドン選手権では、マーブルは、ドンバッチと組んだ混合ダブルスで、初優勝したが、女子シングルス準決勝で、ポーランドのヤドビがインジェヨフスカに敗れてしまう。全米選手権では、サラ・ポール・フリーと組んだ女子ダブルスで、初優勝を果たすが、 女子シングルスでは準々決勝で早期敗退を喫し、ドロシー・バンディに敗れた。マーブルの自伝によれば、当時の彼女は、イェンジェオフスカのフォアハンドストロークに強い苦手意識を持っていた。1938年のウィンブルドン選手権で、アリス・マーブルは女子ダブルス、混合ダブルスの2部門を制覇したが、女子シングルスでは準決勝で、ヘレン・ジェイコブスに敗退する。 この大会の女子シングルス優勝を最後にヘレン・ウィルス・スムーデが引退した後、マーブルは名実ともに女子テニス界の第一人者になった。同年の全米選手権でマーブルは初めてのハットトリックを達成した。女子シングルス決勝ではオーストラリアのナンシー・ウィンを6から0、6から3で破り、2年ぶり2度目の優勝を決めた。ウィンブルドン選手権、全米選手権ともに ダブルスのパートナーは、サラ・ポール・フリート・ドンバッチであった。それから、マーブルは1939年と1940年に、テニス経歴の最盛期を迎える。1939年のウィンブルドン選手権で、マーブルは、前年の全米選手権に続く、ハットトリックを決めた。ケース・タマーズを6から2、6から0で破った女子シングルス初優勝、ポール・フリートの女子ダブルスに連覇。 混合ダブルス3連覇である。混合ダブルスのパートナーだったボビー・リックスも、この大会で男子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの3冠を獲得し、第二次世界大戦勃発直前のウィンブルドン選手権は、マーブルとリックスの男女ハットトリックで幕を閉じた。世界大戦の勃発により、ウィンブルドン選手権は開催中止を余儀なくされたが、全米選手権は、 戦時中も続行された。マーブルは1939年と1940年にも全米選手権でハットトリックを成し遂げ、こうして前人未到の3年連続ハットトリックの禁止等を樹立する。女子ダブルスは1937年から1940年までサラポールフリーと組んで4連覇したが、混合ダブルスのパートナーはそれぞれ異なっていた。 1938年にドンバッチと組んだ後、1939年はオーストラリアのハリー・ホップマン、1940年はリックスと組んでいる。前世紀の2年間にマーブルは出場18大会連続優勝と111連勝を記録し、ヘレン・ウィル・スムーディの27大会連続優勝、158連勝に続く異業も成し遂げた。 1940年の終わりに、マーブルは、プロテニス選手に転向した。最初は、ウィリアム・デュポンの支援申し出で断ったものの、すぐ後に、スポーツ用品メーカー、ウィルソン社長であった、LBI3 の支援を受けることにした。気持ちの変化について、マーブルは、自伝の中で、私に、何が残っているの私はチャンピオンなのよ。 来年の全米選手権はあるかどうかも分からない。今ある力を最大限に使おうと考えたと記している。その後、第二次世界大戦が終わりに近づいた1945年、初頭にマーブルはハンナチスのスパイとしてスイスに赴き、終戦までその仕事をした。マーブルは終戦後もテニス界の内外に幅広い交友関係を築いた。アリシア・ギブソンが 黒人女子選手として初めて1950年全米選手権に出場した時、マーブルはギブソンのために全面的な支援を行い、アメリカンド・オン・テニスという雑誌の1950年7月号にギブソンの紹介記事を書いた。1964年に国際テニス殿堂入り。その後、マーブルはウィリアム・デュポンが彼女のために建てたカリフォルニア州。 ファームデザートの家に住んだ。そこで多くの選手たちを教え、その中には少女時代のビリージーンもフィットなども含まれていた。1981年にマーブルは結腸癌の診断を受け、亡くなるまで何度かの手術を繰り返した。マーブルは死の直前まで書き続けた自伝の中で、1990年11月の女子ツアーャ関西終戦。 バージニアスリムズ選手権で行われたモニカ・セルシュとガブリエラ・サバティーニの決勝戦にも言及しており、3時間45分に及んだ5セットマッチの試合を興味深く語った。この試合の1ヶ月後、アリス・マーブルは1990年12月13日にカリフォルニア州パームスプリングスにて、結がんのため77歳で死去した。死の半年後、 1991年6月にコーティングデンジャーという題名の自伝が刊行された。ありがとうございます。